シャバツ、セルビア語、サバック、発音、IPA、アバエスは、セルビア西部の都市及び、それを中心とした、基礎自治体で、サバ川に沿った歴史的な地域である、マチュバ地域に位置する。シャバツは、マチュバ軍の行政的な中心地で2002年の、国勢調査による人口は、シャバツ市外で55,163人。 基礎自態全域では122,893人であった。2007年に、シャバツは、市としての地位を得ており、一部で、行政機構の改革が行われている。現在のシャバツでの最初の居住地は、中世からで、文書では1454年からザスロンの名で、言及されている。オスマン帝国に、支配されるまでは、セルビア人の統治にあった。 1470年に、オスマンによって、最初の要塞である、サイドストライカーを意味する名称が付けられた、BL デレン要塞が築かれた。1476年に、ハンガリー国王マーチャー州一世によって要塞が攻略され、ハンガリー王国の支配は1521年まで続いた。その後、要塞の支配者は、幾度か、オーストリア帝国とオスマンの間で変わっている。 シャバツは国境の町であり、著名な交易都市でもあった。シャバツは、セルビア人の歴史の中では重要な地で、1806年の第一次セルビア放棄で、セルビア人であるカラジョルジェ・ペトロビッチ率いる反乱軍が、オスマン軍に対してミシャル村近くで、初めて勝利を収めている。オブレノビッチ家もまた、シャバツに足跡を残しており、指導者であるミロシュ・オブレノビッチ一世は、 第二次セルビア放棄後、近代化と都市化を行った。1820年から1850年にかけて、シャバツにおいて、最初の病院や薬局、セルビア人、グラマー,ース,スクール、ギムナジウム、劇場、音楽団体などが設置されている。オスマン帝国は1867年には、要塞から撤退し、シャバツにおいて、その存在は終焉した。 最初のセルビアの新聞がシャバツで1883年に発行され女性がカファナに訪れるようになった。それまで日曜日の午後に男性たちがカファナに訪れる習慣があった。第一次世界大戦までシャバツは繁栄したが戦争によって街は破壊され人口は14000人から7000人に半減している。ユーゴスラビア時代で 最初の重要な出来事は、1938年に、ゾルカ化学工場が開かれたことである。シャバツの再生は、第二次世界大戦時に、ナチスドイツによる支配によって妨げられ、約5000人が拘束され2万人がシャバツ、強制収容所に送られ、最終的には7000人が死亡している。町が、パルチザンによって解放されたのは1944年の、ことで、 戦後は近代的な工業の発展によって、シャバツは成長しぞる化科学工場の拡張や人口の増加などが進んだ。1970年代には最初の近代的なスポーツホールが作られている。シャバツ郊外の湿地であった、ベンスカ、バラなどは排水など土地改良が行われ、住宅地区が造成され、サバ川には新たな橋が架けられている。 2010年現在、郊外部の人口は7万5千人に達している。シャバツ自治体レカ、ボガティック、ボゴセイボッツ、ボウジック、ブク、バルナ、バルヤク、ゴルンジャ・ブロンハスカ、ゴルンジャ・ラムスカ、グルカ、ディーバリスト、デシック、ドブリック、ドレーノ・バッツ、ドゥーベニスト。ゼーバー、ザブレス、スミンジャック、ジェブルモワーツ、ジャレンカ、コルマン、クリバジャ、リピリスト。 マージュル、マラブロンハスカ、マウビー、マクバンスキープライセノビック、メトリック、マイロサバッツ。マイアカス、ミサル、マルデノバッツ、ノクカニ、オーレーササク、オレッド、ピートコービカ、ペトロボカ、パサースキーメトコビッチ、パサースキープライセノビック、プレドボリカ、プンジエーバー、ラドバスニカ。リバリ、ラムスカ、シノゼビック、スクレッドニ、スラティーナ、スレプカビック、 タバナビック、サロバッツ、カリコビック、サバリス、スティタール1990年以前、シャバツの経済はユーゴスラビアにおいては良い状況にあった。ボスニアヘルツェゴビナ紛争期、ユーゴスラビアに対する国際的な経済制裁から、シャバツにとってはメインとなる企業であるゾルカ工場は閉鎖された。その他の主要な工場も軒並み閉鎖されていた。今日、 シャバツにとっての主要な産業は農業や運輸、食品生産である。2000年からは乳製品製造のシャバチュカ群れからナルツィスポポビツ、ゾルカファーマ、US スチールなど有力な企業が立地している。ありがとうございます。